5月5日金曜日祝日子どもの日に午後5時に動画を公開しました。気分爽快竹坊の今日も PON。 今日は動画番号0889の続きの動画です。令和5年5月5日午後5時に公開、そして5分の動画、時間との戦い5動画。先頭車の1131号車の床下機はもうこれはどうにもならないね。まあとりあえずね、すでに持っている1132号床下機をね、まあこれを1131に、まあ、移し替えましょう。ね。そうしましょう。で、次の作業は、窓ガラスのね、特に、まあ、何ですか、隅の方ね。隅の方。まあ、いわば、まあ、優先席だね。優先席のところが特にね、ちょっと汚いっていうか、多分ね、前の持ち主さんね、ここシール貼ってね、わざわざ剥がしたと思うんだよ。ちょっとこれもね、なんとかしたいな。というわけで、1113編成の窓ガラスを、まあ、1131編成の窓ガラス、まあ、交換。まあ、交換するっていうことをしましょう。まあこの編成はもうね、友情で廃車ポポンデッタさんにね買い取ってもらいます。対空表示があるクーラーのみま残して、あとはね、1113編成のクーラーをですね、こちらに持ってきました。黄ばみがありましたからね。さてこの3号車だけなんか地面にくっついてますね。まあこれは台車がね、なぜか FS539 だったんですよね。これだけなんか違ってたのですから、まあね、新しくね、これ SS164 というものをね、取り付けてみますね。屋上機器、まあ主にヒューズボックですね、これを、取り付けました。まあアンテナをね、これもつけて、あと、信号円管ですね。信号円管ってものすごくあれなんだよね、取り付けがちょっと難しいんですよね、これ。穴が小さいからね。うん。よく紛失してしまうんですよ。1531号車に、ボディマウント TN カプラーをね、装着しました。ですが、ちょっとここ浮いちゃうっていうのがちょっと問題だね。ライトユニットを1200系リニューアル車でね、採用されたこちらのものね、最新のものをします。暗闇の中ライトをつけてみます。テールライト、まあ赤いねランプとパナスーパーの相性板が光るね、最新のねライトユニットでは、ヘッドライト、うわこれはひどいな、光漏れがひどすぎるね、これはちょっと。今日はグリーンマックス名鉄1131編成を若返らせるにという動画でした。まだ続きます。進行は竹坊でした。